俺の名前はノイ、田舎町のガソリンスタンドで働いている。お前今日もここにいたのか。ワン。最近うちのスタンド近くの道路に犬が住み着いているらしい。どこにも行かずにただじっと道路脇に座って行き交う車を眺めているのだ。一体どこから来たんだろう。捨てられたのか迷子なのかもわからない。ずっと同じ場所にいるのでこの辺の人はみんなこの犬のことを知っていた。ワンワン、おやつだよ、おいで。ある日女の子が母親を連れてやってきた。どうやらこの犬を不憫に思い引き取りに来たようだった。今日からは私たちが新しい家族だよ、行こう。飼い主が見つかってスタンドのみんなも喜んでいた。これでもう車に轢かれたりする心配もない。翌朝出勤するとなんとあの犬がまたいつものように道路脇にちょこんと座っていた。なんで？せっかく拾ってもらったのに逃げてきちまったのかね。その後も犬を不憫に思い連れて帰ろうとする人を何度も見かけた。でも隙を見て逃げ出すのかすぐにまたここに戻ってきてしまう。おいお前、また戻ってきちまったのか。理由はわからないけれどどうしてもここにいたいみたいだった。そのうち近所のおばあさんが毎日餌をやりに来るようになった。ほらレオ、お食べ。こんにちは、この犬レオっていう名前なんですか？ああ、私が勝手につけたんだよ。ナナシじゃかわいそうだからね。そう言ってレオの横に腰掛け、ただ一緒にぼーっと道路の車を眺めるおばあさん。レオはどうしてこんなにもここにいたがるんでしょうね。きっと飼い主を待ってるんだよ。飼い主を？ああ、そうさ。通りがかる車を見る、あの一生懸命な目を見てごらん。ただここに座っているだけじゃないよ。この子は誰かを探してる。まるでレオと意思疎通できるかのように話すおばあさん。そう言われると確かに行き交う車をレオは必死に目で追っている。もしかしてここで捨てられたのかな。捨てられたのかはぐれたのかはわからん。でもレオは信じて待っているんだよ。おばあさんはレオをよく理解し、レオもおばあさんといるのが心地いいみたいだった。レオを無理やり家へ連れて行こうとはせず、おばあさんが餌を運び続けて4年が経った。そんなある日、ノイこれ見ろよ。飼い主を4年間ずっと待ち続けている犬って。誰かがレオの写真を SNS に投稿して拡散したようで、レオは一躍有名になった。そしてその投稿に対して飼い主と名乗り出る者がとうとう現れた。飼い主さん、見つかったみたいです。とうとう見つかったかい。そりゃよかった。悲しげににっこり微笑むおばあさん。週末にレオを迎えに来るそうです。そうかい、レオ待ってた甲斐があったんだね。胸がズキンと痛くなった。俺にはどうすることもできず、とうとう週末になった。ある一台の車が見えるとレオは急に立ち上がり、嬉しそうに何度か吠えた。ワッワッ。中から男性が出てくると、レオはブンブン尻尾を振りながら男性の元へと歩み寄る。おばあさんと俺は必死に涙をこらえていた。ジョン、ずっと探してたんだぞ。レオ、本当はジョンっていう名前だったんだ。男性はおばあさんにお礼を言ってレオを連れて帰る準備をした。さあジョン、家へ帰るぞ。とうとうお別れの時がやってきた。なんだかんだで4年もここにいたレオ。おばあさんも俺もスタンドの仲間もみんなが泣いていた。どうしたジョン、おいで。男性の呼びかけにレオは困った様子で後ずさりをする。そしてとうとう最後までレオが彼の車に乗り込むことはなかった。男性は困ったようにため息をついて寂しそうに微笑んだ。ジョン、いやレオ、もうここがお前の新しい場所なんだな。ウォッ。嬉しそうに飼い主の男性を見つめるレオ。ご主人様がもう一度会いに来てくれた。それだけでレオはもう十分幸せなようだった。お願いがあります。餌代や病院代は毎月送金しますので、今までのようにここにレオを置いてやってもらえませんか。
おばあさんの顔がパッと明るくなった。レオは嬉しそうにおばあさんに飛びつき、ペロペロと頬を舐めた。悲しいお別れの涙が嬉し涙に変わった瞬間だった。